パンちゃん。ジャックおはようございます、はい、もうおはようの時間じゃない、9時27分あ、だいぶなっちゃったね。おそようございます、すごいね。ちょっと昨日は2人して出かけたので朝寝坊しました。でも起きたの6時台だよ。寝坊だよ。寝坊なの？だって散歩に行けない時間でした。4時台じゃないと。そしたらもう雨降ってました。4時台じゃないとダメなんですね。今日は土砂降りか曇り交互に来るそうです。ゲリラ豪雨の日です。はい、ジャン君。そしてさっきこれで爪を2つ切りました。ジャン君、早く爪切りに慣れてくれ。はいはい、ポンちゃんの爪もよろしくね。ポンちゃんはどういう風な体勢で取ろう、切ろうかな、うん、ジャン君はね、ちゃんと乗っかってきてくれるので押さえちゃえば、なんとかね。ポンちゃんは抱っこしても文句言うだけだから、うん、私が抱っこしてて、この子は2人がかりならいけるか、うん、爪を切って、うん、爪切ったらめっちゃ気持ちいいっていう風になんないのかな、うん、君たち爪が変なところに引っかからなくなるし、気持ちいいよって言ってもわからないね。ポンちゃんは爪が引っかからなくなってすごくいいと思うね。思うんだけどね、これをこのブラシをやりながらだったら、これはなかなか難しいね。はい、ポンちゃん。え、コピソ？はい。ね、ダーちゃん。あ、ポンちゃん。呼ばれたって思った？はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃんもこれに慣れとこうか。いいですか？おはよう。さて、まおいママのいない夜になりました。ポンちゃん、ついさっきまで向こうの暑いとこにいたけど戻ってきたね。ポンちゃん、はい、ちょっと寂しい夜ですが仲良くしていきましょう。ジャン君はもう寝ているのね。寝てるんですか？そうないのか。じゃあ布団敷いて寝ます。まだ12時にならないのね。12時になったら布団敷いて寝ます。おやすみ。